もう撮ってる。あ、こっちも撮ってます。あのこっち僕の方もね、あのこれもちゃんとオンになってます。はい、はい、オンになってるよね。オン、ちょっと一度確認してもらって。なってるね。はいはい。あ、こちらジェイクでーす。大ちゃん。ヘイ、サペイシュ。どうも、ソーシャです。いつも満金の、はいはい、あのいつも通りの、はい、今回こちらの動画、ジーケンの見えラジ。久々。ということなんですけれども、ミエラジ自体はちょっと簡単に説明すると、うん、僕のチャンネルで言えばそれなりにまあ人気コンテンツと言わせてもらうんですけれども、はいはいはい、まあその作業用 BGM 的なノリでね、ちょっと聞きながらなんかするとか、その通勤、うん、帰宅時とか、はいはいはい、いろいろそういった時に一応動画として収めてるけど耳だけで聞けたりして雑談ベースではあるんですが、まあ、そういう感じの、そう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 、そういう風な感じで、うん、再生回数こそね、そこまでやっぱ靴の紹介動画よりも落ちるには落ちるんだけど、まあ、コメント数だとかかなりね評判が良くて、コアなファンがいらっしゃる、そうなんですよ、ね、だからミエラジファンと言わせてもらいますけども、はいはいはい、そういった方もちょこちょこいらっしゃる中でのっていうことなんですが、今回ソーシ君来ていただいてということでお邪魔しております。はい、はい、でね、そのミエラジで言うとね、正直マジで雑談ベースなんですよ、うん、ああいいじゃないですかそんなノリでちょっとやらせてもらいたいんですけども、うん、フリートークでね、はい、この動画撮る前、ソーシ君の方でですね、僕の家のその靴棚っていうところを見ていただいて、うん、っていうところなんですけれども、まあまだ見てない方はね、ぜひソーシ君の方ぜひチェックしていただきたいんですけども、コラボ動画みたいなのでやらせてもらってますが、実際どうでした、この棚見て。いやー、やっぱりね、ここまでエアマックシリーズが揃ってると言いますかこんだけ並ぶ人もなかなかいないし、うちなんかはそのボックスをこう重ねて見せてるけど、こうやってスニーカーが見えるのやっぱいいなって思ったし、マニアックなモデルもねあったりとかもしたし、だからそのあたりはやっぱ見てて楽しいですよね。あ、本当、うん、それはすごい思った。あ、嬉しい。その中でもやっぱ僕は欲しいなって思うモデルもあったりとか、あ、詳しくはね、はい、ソーシ君の方の動画で見てほしいんですけれどもあれでしょ、あれですね、あれです、あの白いやつですね、はい、俺引っ越しする前のところで言ったら、うん、本当にね、まあ、簡単な DIY 的な感じでやってて、もう全部裸、いわゆる箱とは別でやってたりしてたの、うん、今回の引っ越しにあたって、うん、ほぼほぼ捨てたんですよ箱。あ、なるほど。スペシャルボックスは別よ、はいはいはい、なんか赤箱とか、うんうんうん、インラインのものも結構それなりにあるから、うん、そういうのはもう全部畳んでもう廃棄したんですけど、うんうん、全部箱も全部ある、全部ある、基本箱ないと嫌。そうなんだ。まれにないやつとかもあるけど、それはもうない状態で買ってるやつとか。ああ、なるほどね。そんなには数は多くはない。じゃあさ、仮にめちゃくちゃ欲しいものあるとするじゃん、ソーシ君として、うん、まあこれやっと見つけた、しかも毎歳、うん、本当にずっといろんなところ探しても見当たんなくて、これはちょっと欲しいけど箱なしってどうするの。まあ、そこまでの熱量なのであれば買うけど、うんうん、そこまで熱量高くなくて箱もないってなればちょっと考えるよね。あー、なるほどね。ちょっとこう踏みとどまるじゃないけど、うん、あの収納に困る。あー、なるほどね。そう、全部箱でやってるから、そうそうそう、それだけ裸になっちゃうっていうのが嫌だみたいな。あー、そっかそっか、まあ、やっぱり箱もありきでっていうのを考えたりもするから、うん、基本的には箱ある方がいいよね。あー、そうなんだ、うん、俺も最初そうだったの。箱も積んでるのもちょっとなんか映えじゃないけど、うん、そのノリだったけど、うん、やっぱ引っ越ししてみて、うん、箱の邪魔さこんなこと言うのあれだけどスペシャルボックスはやっぱ捨てられない感じはね、全然あるんですけど、赤箱とかもう無限にあるじゃん、正直。無限にあるし箱に入れた方が多分収納スペースより取る。あ、そうか、うん、多分あの余白分があるやん。なるほどね、ぴったりじゃないからさ。なるほどね、多分こう重ねることは多分できるんだけど、うん、こういう風に棚を作ってってやれば、はい、こっちの方がスペースは、そうか、有効活用というか、うん、できると。俺のやり方で言ったらある種敷き詰めてるもんな。そうねだからもうそれ用に棚を作ってるわけやんか。あ、そう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 、完全オーダーメイドと言いますか、うんうんうん、自分でやってるから、うん、ぴったりでまずは置けるよね、うん、そうだね。マックスワンがこんだけずらっと並ぶことも、うん、まあ日本国内でいないだろうし、ないかな、うん、まあ90だけでもそうだし、まあ、95はもしかしたらおるかもしれへんけど、うんうんうん、まあ、BW であったり、うん、なかなかここまで揃ってる人はおらんと思うよね、うんうんうん、はい、ぜひね、ソーシ君の動画をね、はい、見て全部そっちにあるけどご覧くださいそれでさ、俺落ち着いてたの。そのエアマックスもそうだけど、靴自体があんまり、それこそ俺革靴とかローファーとか、あー、なるほど、数年前から結構手
出してて、ここ最近のそのスニーカーの熱量的な話ね、うん、そうそうそう、ナイキのとかっていうのはあんまりやったの正直、はいはいはい、だけど本当最近エアマックスに限らずなんだけど、うん、スニーカー熱っていうのがちょっとまたふつふつと上がってきてるんですよ。天の弱だって言われたらそこまでなんだけどさ、うんうん、みんな今値段が高いからちょっともういいわってなってる人とかもいるじゃん、うんうん、でもそれに反比例してんだよね俺。あちょっとでも、はいはい、俺もきついしお金に天井はもちろんあるから、うん、買えるもの買えないものとか厳選はするんだけど、うん、とはいえ例えば ACG の靴とか、うんうんうん、なんか履きたいなっていう欲がすごく強くなってきてて、うんうん、だから180も正直2万って高かったじゃん。高い高い高い。だけどこれでも欲しいかもみたいな、うんうん、だから熱が下がってる時って俺多分180の復刻の色って買ってないと思うの。まあそうね、そうそうそう、カラーとしてはすごいいいカラーだけど、じゃあ事件のコーディネートに合わせるってなった時にちょっと浮くなっていうのが確かにある。そうなの。だけど今回買ったのはそういうことなんですよ。宗志くんの考えとしてさ、今その高騰してます、うん、まあスニーカーだけじゃなくてもだけど、スニーカーに対して今までは1万5000円ぐらいで買えてたものが2万円台普通に余裕に超えてくるとかってなってるけど、うんうんうん、そういう面においてのいやこれちょっといらんなっていう感覚はあんの？まあもちろんあるし、うん、ただそこでスニーカーの熱が下がってるっていうわけじゃなくて、今まで例えば今2万のスニーカーがあるとして高くなりました、うん、はいはい、で自分の欲しいラインっていうところのハードルは上がった。ああなるほどね。例えば5年前の定価なのであれば買ってたであろうモデルであったとしても、うんうんうん、今上がったからもう買わなくなったっていうのはあるよね。ああなるほどね。判断基準も価格っていうのが少なからず出てきたみたいな感じ、うん、あるね。あじゃないとあれもこれも欲しいってなった時にもうシャレならんがくなってくるし、多分優に10万超える人全然余裕で超える、ね、ただ最近で言ったら180、ああ180、はい、180に関してはもともとカラーリングであったりとかクラシックな感じですごい好きなカラーリングではあるのよ、はい、ほうほうほう。ただシルエットが俺じゃないなっていうので買ってなかったんだよね。はい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 、はい、ただ今回そのビッグバブルになって、うん、シルエットがちょっと変わってボテッとしてる。そうボテッとしてる、ボリューム感あるよね。そうそうそう、うん、あってなってんのよ。アトモス TV でさ、うん、小島さんとヨピちゃんと3人でやってたじゃない、うん、それを拝見したんですけど、その時が初めて実物。そう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 、その時のファーストインプレッションというかが、うん、やっぱ結構おってなったんだ。そう写真で見た時になんかシルエット変わってんなっていう風に写真は見えてたのよ、はいはいはい、で実際どうなんだろうでアトモス TV の撮影いたらやっぱ変わってたし、あなるほどね、横から見たシルエットっていうのがボリューム感やっぱあったから、うん、これいけるかもなって思ったのよね。ボックスもなかなか渋いしね。そうボックスよ、最終の決め手はボックスよ。あれいいよな。多分オリジナルのデザインのボックスなんだろうね。多分古い画像とかいろいろ調べて出てきたのが、うん、多分似たような感じのデザインやったから。そうなんだそうなんだ。これはちょっと箱を置いとく身としては、うん、やっぱそういうのにテンション上がるよね。なるほどね、うん、まあ、僕はもうすでに発売日の時にゲットさせてもらってるんですけど、宗志くんの方のレビューもちょっとお待ちしてるんで見たいんで、宗志くん側のレビューもねちょっとやりませんですけども、5月で言えば、うん、180もそうやけど、うん、例えばフューチュラーのコラボでアングであったりとか、あったあった、うん、俺結局買えなかったのよ。トラビスのジョーダン1がリリースされてボーディのコラボであったり、はい、5月めちゃくちゃすごかったよね。うんやばかった。で今この撮影時点で俺6月の情報全部見てるわけじゃないけど、うん、ざっくり見てる感じあんまりやねん。6月あそうなの。情報としてはまた今後いろいろ出てくるとは思うんだけど、はい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 、さっと見た感じやとあれ5月力入れた割にあれってなってる。5月はじゃあ何を狙ってたの、宗志くん的に。今もちろん月初でさ欲しいスニーカー狙いたいスニーカーっていうのをやってたけど、改めて聞くけどジョーダン4のミリタリーブルー、あーあったね、あったあったあった。もうこれは鉄板で欲しかったし、うんうん、あれをゲットしたよね。ゲットした、うん、いいですよね、うん、あとはフューチュラーのダンク、ダンク、はい、はい、まあ欲しかったかな、うん、フューチュラーのダンクをプレーンで行くのかどうしようかってなってるのと、うん、エア180をこの撮影時点ではどうしようかなって思ってる。あはい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 、うん、なるほどね。俺もだから5月はだからジョーダン1のシャドウ、その話もちょっとしたかった、ね、はいはいはい。宗志くんの方でエアマックストークをやりましょうってなって多分一発目かな、一発目じゃないかな、ね、それで宗志くんのお宅にお邪魔して俺の方の動画で俺に似合うジョーダンって何かなみたいな話を振ったの覚えてる、うん、うん、覚えてる。それでシャドウじゃねってなって、実は5月だか6月にシャドウのロー出るよって話になって、うん、あそうなんだっていうのがやっぱ頭の片隅にあったんですよ、うん、環境がここで整った時にシャドウが出てくるってなったから、ちょっとワンチャン欲しいなっていうマインドになり行ったんですよ、はいはい、新宿に、うん、2人っていう
並びな、うん、まあこれに関してはね、数年前やったらめちゃくちゃ並んでたであろう。絶対そうでしょ。そこのカルチャーショックまでいかないけど、ジョーダンの人気のカラーですよ、うん、がまあローだとはいえ、それの復刻ってことを考えたら結構並んでたとして、仮にそれで抽選になりました、で抽選で外れてしまったら、うん、まあまあまあしゃあない、まあ、こういうもんか、うん、みたいな感じで動画としても無理でしたで終わらせてもよかったかなって思ってたんだけど、2人っていう、うん、で俺が先にいたんですよ。で、はい、男性の方が後から並ばれてっていうところで、新宿店のスタッフさんがね、一応ちょっとまあ形式上、はいはいはい、2人しかいないですし、なんならもう2方のご希望のサイズ変えますと、うん、ただ一応ルール上やっていかなきゃいけないので、うん、順番決めだけさせてください、うん、えって言ったら俺2番だった持ってないよね。いや全然その方が悪いとかじゃないし、全然変えるんだけど、いいねんけど、そうなんか嫌よね、なんか嫌だなみたいな誰が悪いじゃない、ただただもやっとするっていう、そう新宿店のねスタッフさんもすごくねこう雰囲気のいい方で、うん、すいませんって、うん、なんかこうあるんでお願いしますっていうご協力くださいぐらいの感じなんですけど、うん、まあちょっとその話は置いといたとしても、でも初冗談1は、うん、宗志くんと話の中で出てきた、うん、シャドウのローっていうところなんですけど、でも実際勝ってどうだった、履き心地は一旦置いとこうかって感じなんだけど、はいはい、やっぱ履かず嫌いだった部分は少なからずあるかなと思ったね。シャドウっていうめちゃくちゃ無難で人気のカラーだとはいえ、履きやすい、合わせやすい、いろんなスタイリングに合うって言えば俺の今のスタイリングでも全然合うよねっていうところで考えたら、なんか間口が狭かったじゃない俺、うん、狭いって、ね、なんなら閉じてたじゃん。そうね他はもう触れません、マックスだけ、そう、ジョーダンは特に知りませんみたいな、何、うん、ですかジョーダンはぐらいのレベルだったけども、うん、ちょっと開いたし、なんなら結構大きめに開いたかも、ちょっとボロボロがいいなっていう、履き倒してる感結構いいかなと思ってる、だから今後とも多分履いていくと思うんだけど、うん、セブンホール、え、なんだっけ、エイトホール、あー、あのシューレスホールの数ね、そう、うん、あれ結構気にする方いるじゃん、おる、あれなんなん、でもまあオリジナルがどうやったかとかっていう話にはなってくんねんけど、俺もあんま気にしてないのよ。スニーカー好きでジョーダンめっちゃ追ってます昔からっていう人からしたら、やっぱ8個穴が開いてるか7個かっていうところではやっぱちょっと判断基準だったりとかが変わってくるっていうのもあるのか、まあ、そうね、そのシューレス通した時のそのシューレスの詰まり具合であったりとかっていうところも気になってくると思う。なるほど、1個違うだけでやっぱそこは違ってくるから、はい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 、 OG としてるから、あ、そうだか、どうなんだみたいなことあったりすると思うけど、え、なんか別に攻撃的な話じゃないんだけど、うん、普通に疑問だった、なんか1個少なくなりましたっていうだけで、なんでこんな考えちゃうぐらいになるのかなって思ってたんだけど、そういうことなんだね。だまあ定価も上がったっていうのはもちろんそこに要因としてはあると思うけど、例えば AirMax95 のネオンでシングルステッチなのかダブルステッチなのかみたいな違いやとは思う、気圧が変えてるか変えてないかとか、色味がどうだとか、あ、そういうことか。だからそれこそさっきの180の話じゃないけど、いかに忠実に再現されてるかっていうところの判断基準として、8ホールなのか7ホールなのかみたいなのになってくるってことなのか、うん、俺もそのオリジナルがじゃあ8ホールやったか7ホールやったかちょっと曖昧なぐらい、俺そこに重きは置いてない。シャドウ結局買ってんだっけ。俺は買ってない、ハイ持ってるから。あ、ローも特にあんまだから、だからもうどっちでもいい、あ、どっちか一足ありゃいいけどどっちか言うならハイやから、あ、そうかそうか、いや俺もハイを吐き潰してええ感じに今吐きじわが入ってとか渋い感じになってんのよ。もうナチュラルエイジングされてる。そうそうそういいね。これね、エイジング加工別にいいねん、そのヴィンテージ加工してるやつ今、うん、いっぱいあるやん、ね、ええねんけど、やっぱり自分が吐き込んでいっての自然にできるエイジング加工には絶対勝たれへんわけ、はいはいはい、育てるってやつ、ね、育てるやつそれの方がまあ好きなのかなって。ジョーダン1はほんまに吐き潰してるから。あー、なるほどね、うん、じゃあ今回ジョーダン1シャドウロー買いました、うん、それもきっかけとしては宗志くんがこれがいいんじゃないのってことで頭の片隅に少なからずあって、うんうん、でいざじゃあ発売日になった時にこれをデビューにしたいかもって思って買いました、うんうん、じゃあ買うか買わないか別にそれは全然別の話として、うんうんうん、次にというかこのシャドウ以外で俺に似合うジョーダンシリーズなのか、ジョーダンって何かなって聞きたいです。ネクストジョーダン俺の、ね、俺でもナンバリングで言うなら前半なのよ。あーはーはーって考えたらもう2か3なのよ、4ではない気がする。あ、マジで、うん、2、3かな。あ、へー、あ、10はいけそうな気すんな。え、10でどんなやつ。ちょっとブーツっぽい、そっちも多分いけるとは思うねんけど、多分 G 剣はねナンバリング通り進んでいってもいい気はする次2に行ってもいい、2に行くなら2か3な気がする。あ、マジで。でも3は Air Max と同じでティンカーがデザイン担当してるから。あれだ、わかった、フラグメントのやつ、白黒のやつ、あ、もうあったりとか、あのモデルだ。そうそうそう、 あれだ、はい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 、ブラックセメントとかもいいだろうし、3
かな。あ、3だ。ボリューム感的にもすごいいいのよ。あ、マジで。ちょっとボテッとはしてんねんけど、だからそっちでボテッとしているよりもちょっとシュッとさせたいのであれば4でもいいかな。もっとボリュームが欲しいのであれば5いってもいいと。あれ結構ごついやん。ちょっと俺の中ではあんまりイメージないの。ああいうあそこまでごついやつって。はいはいはい。やったらまあ3ぐらいのごつさでもいいのかなとは思いつつ、そのごつさの話をするんだったら、俺全然まだ買ってないんですけど、ノクタのホットステップあるじゃん。はいはいはい。今2か出てる。2出てるね。今白出てるんですよ。白出てる。俺逆にオレンジが欲しいんですよ。おなんか考えっていうかその好みがやっぱ少しずつ変わってってる。ちょっと派手なカラー欲しいってなってるんだ。今そうなんですよ。でも派手なカラーだけど、あれ真オレンジじゃん。パーツごとで色が切り替わってるわけじゃないし、そう、ね、オレンジと銀みたいな、そのイメージがあって、あれはちょっと今までやってたスタイリングとはちょっと離れるんだけど、うんうん、今あれ欲しいんですよ。だからもうコーディネートとしてまとまりのあるのはもうある程度あるから、うんうん、ちょっと外したいっていう感じなのかな。そのフェーズなのかもしれない今もしかしたら。だからそういうジョーダンで前回買ったローのシャドウに関しては無難なね、はい、何でも合わせられるってところなんだけど、ちょっと冒険するっていう意味でも聞きたかったんだったから。なるほど、うん、冒険するんやったら俺11でもいいんかな。11ね。12月に毎年そう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 、あれだ、はいはいはい、なるほど、ごめんなさい、そのレベルなんです私のローカット。え、ローってあんの？ローもある。年末に出るのはハイカットやけど、はいはいはい、ローカットはまあいつもちょこちょこ出てる。あ、ちょっと前で言えばスペースジャムのローカットが出たりとか、へー、ってのはあったりするから、冒険するんやったらパテント行ってもちょっと見え方変わるかな。マックスであんまりパテント使ってるのって多くはないやんか。はいはいはい、ほとんど使ってない。あんまないね最近特にね。あのテカテカ具合が受け入れれるのかどうなのか。なるほどね。そう、多分一番手出してしっくりくるのは2か3やと。あー、マジで何を買うかも分かんないし、もはや買うかすら分かんないけど、うん、ナンバリングごとでちょっとそのステップアップしていくの面白いかもね。あ、そうね、受け継いでる部分はもちろんあるんだけども、うん、ちょっとずつアップデートしていってっていうところだから、逆になんかその、ね、歴代のジョーダンを見てなんかそそられるのはやっぱりジョーダン1の。その質問されるんだったらジョーダン1すらそそられてなかったの。何ないんだけど、そのなるほど、ね、今回せっかくだからってことで買ったっていう。そうか、で履いてみたら、そこで開いて、そうそうそう、今はさらな状態やから何も情報もないから、何がいいんだろうか。そう、だから2以降の話でいくとマジで OG カラーとか俺正直どうでもよくて、はいはい、もうカラーは好みのカラーで、まあ、そうで、なんかあればなっていうところがあるっていう感じなんですよ。なるほどね。だから今回選んだのはジョーダン1のシャドウなわけで、うん、2だったらじゃあ何を選ぶのかなっていうのが、ネクストジョーダンはちょっとそれでちょっと決めていきたいなと思います。あ、確かに、うん、だからジョーダンもローカットで、2もローカットでいいと思う。だよね、うん、だよね、はいではない。そうだよね。せっかく宗志くんとね、雑談ベースの企画って結構こっちの方でも何かやってるじゃないですか、うん、でもまあミエラジっていう企画がちょっと挟んでの今回この企画なので、はいはい、ミエラジっていう企画も視聴者さんからのコメントを拾って僕らの方で答えられる範囲で答えていきますよっていう、その視聴者密着型コーナーがあるんですよ、うんうん、皆様ボイスっていう感じで、はいはい、YouTube の撮影がちょっと今滞ってる部分も少しあったから、うんうん、宗志くんとやりますよっていうのをインスタグラムの方でちょっとだけ告知した日があって、うんうん、そこでちょっとした質問を皆様からいただきまして、おうおう、それを全部はあれだけど答えられる範囲で、はい、ちょっとやりたいなということで、じゃあ全部 NG です。おろしょ、おろしょ。なんなんこの2人の時のさ、必ず全否定してあざしたの下り、どっかで、どっかで、絶対どっかで。質問結構来てたんですか？あ、ぼちぼちありました。答えれそうな感じ？そこはちゃんと抜粋します。はい、全然何でも答えますよ。まず名前は伏せさせてもらいますね、はいはい。自分のお店を作ってみたいと思いますかっていう質問がまず来てました。最近 MFC ストアさんとかでもパンツを作られたりだとか、あとニューエラをね、宗志くんの提案カラーというかで展開をしていくという風なのがあるじゃないですか、はいはい、それで言うとアパレルの展開っていうのでいくとさ、宗志くんのオリジナルっていうことではないかもしれないけど、アパレルの展開ってちょこちょこ最近出てきてるでしょ、うんうんうん、そんな中で自分の、まあ、店、まあ、それがそのアパレルショップなのか、じゃあスニーカーのショップなのかっていうところを一旦それは置いといて、うん、まあ、どっちでもいいっていう感じで、そういう感覚ってあるの？イエスかノーかで言ったらノー。あ、ノーだ。あの、店を作りたいとは思ってないし、うん、
じゃあ自分の例えばアパレルとかのブランドを作りたいかって言われてもノーなのよ。ああ、そのなんか意欲っていう言い方も変か、興味っていうのはあんまりないんだ。ね、多分それをしちゃうと俺自身が嫌いになると思う。なぜかというと、要はそれをあくまでビジネスとしてするのであれば、自分の好きなもの以外にも作らないといけないっていうのはそのブランドを成り立たせる上では絶対必要やったりするやんか。そのブランドのユーザーの人が欲しいものであったりとかっていうのも答える。でもじゃあこれをじゃあ俺が着たいかって言われたらそうじゃなかったりもする、うん、そこが必ずしもイコールじゃない時があるやんか、うん、って考えた時にずっとやっていくって考えたとして、うん、多分俺の今の動きが一番合ってんのよ。好きなものしか作ってないから、ニューエラに関してもそうだし、パンツにしてもそうだし、例えばスニーカーショップをじゃあ開きます、うん、じゃあ自分の好きなスニーカーだけでその店がじゃあ成り立つのかって言われたら成り立たんし。ああ、なるほどね。特に俺の好きなスニーカーなんてじゃあバンバン売れるかって言ったらそうじゃないモデルの方が多かったりもするから、そこを考えた時に違うよね、うん、いやマジでアパレルあるあるだよね。そのアパレルの方のマジでベタな苦悩というかで、そうそう、自分が好きなものばっか作っててそれが全部売れるんだったらそんなね万々歳なことがないというか、うん、俺もそれ全然ありますから、うん、そういう実際あ、うん、それはもうビジネスとしてあるわけやんか、うん、そう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 、それがこのアパレルじゃないにしても他のビジネスであったとしてもあると思うし、うん、あ、なるほどね。自分の今のこの活動をメインとした上でここに付随してやっていくって考えた時、うん、ニューエラが好きやから、うんうんうん、ニューエラのキャップが、はいはい、で MLB も好きやから、うんうんうん、ってなった時にじゃあ自分でじゃあニューエラじゃなくて自分のオリジナルブランドとしてキャップを作るっていうのは俺の好きなものじゃないわけよ、もうそこはすでに、うんうんうん、なるほどね、ずれてるわけよ、うんうん、じゃあニューエラでじゃあ作るってなった時に今のやり方がすごいし、やっぱり自分でこう売られてたとしても欲しいっていうものを作りたいなっていう、はいはい、入ってくるものは少ないよ。あ、そうそう、そのお金的にね、うん、でもそれはメインで YouTube 買ってとかっていうのを、うん、そこはいろいろうまいことやりつつやけど、そういうのが多分俺には合ってんだろうなっていう感じ、うんうん、がっつり片足突っ込むじゃなくてそういう話をいただいて、かつ自分が作りたいものが合致すればもちろん率先してやりたいけど、じゃあそれシーズンごとであれも作んなきゃいけなくてこれも作んなきゃいけなくてはちょっと、そうそう、まあ、俺はできない。あ、まあ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 、なるほどね。っていうのは俺、まあ、身近なところにビビーがブランドやってるやん、はいはいはい、もうその大変さも見てるわけやしまあそうだね、それはもううちらクルーとしてはもうそれでいいし、うん、そうかそうか、食い合っちゃうじゃないけど、うん、そういう見え方もあんま良くないみたいな判断なのかな、うん、初めて俺そういう質問したかも ね、 ね、まあまあ、ありがとうございます。この、ね、名前をちょっと今回伏せさせていただいてますけども、ね、それに付随してじゃないけど、はい、ちょっとありまして、はい、創始さんがまあ僕のブランドですよね、 12% をやるとすれば、まあ、いわゆる創始さん ×12%はいはいはい、をやるとするんだったらどんなアイテムを作りたいですか。なるほどだってもともと着る服のサイズ感とかが全然違うやんいやそう、俺もねこれ見た時に俺も正直何すればいいかなみたいなのになった。なんだろうな、シャツ。あー、シャツ、シャツ、ね、お俺の好みのサイズ感ですバカでけえ、あ、はいはいはい、ダッボダボの。俺多分一番いいところあった、落としどころとして。お、何落としどころっていうのは、結局宗志くんはもうかなり大きめのサイズが好きで、うん、サイズ感が好きでっていうところじゃないですか、うん、で俺俺でそういう風な感じもするけど着方が違うし、うん、その選ぶアイテムのジャンルも違うしっていうところだから正直接点があんまない。そうね、けど、うん、俺ちょっと見つけてしまったかもしれない。無地T。今言いそうなったけど分かる分かる分かるでしょ、分かる分かる。今マジでそれただ喋っただけだから、これから宗志くんの無地 T 作りますっていう話マジでないんです。マジでないけど、もし万が一作るんだったら無地 T が一番折衷案として良くない。これね、俺が今喋ろうとして喋らなかったのは理由があって、ちょっととあるお店にはにゃ、うん、提案はしたのよ。ああ、提案はした。うん、こういう無地 T を作るのはどうなんだろう、宗志くん側がね。だから俺はもうマジで結城と飯食いに行く時に、うん、パッていう2人と喋っててジャストアイデアで投げただけ。あーはーはーはー。だから実際作るとかっていうのはないけど、無地 T ね、そうなのよやっぱり俺結局いつも着てるのこれプロクラブなのよ。あ、はいはいはい、はい、の 2XL のこのサイズ感は好きなのよ。首回りであったりとか、はいはい、で多分普通の人がプロクラブを着たら首回りって詰まってる、もっと詰まってんね、うん、詰まってる印象しかないね。でも俺の2XL って首回りちょうどいいの。あー、なるほどね、 2XL でね、そう、このサイズ感やから、うん、なんかこういうのをキープしたまま生地感をもうちょい音下げ
ててもいいかなっていうのも思ったりとかあったりするし、12% でやるんであればほんまにタグをここだけピスネームはつけて、うん、あもうほんまちっちゃい、あ、はい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 、はい、もう主張一切ありません、あなるほどねっていうのが好き。これでもね、いろいろ裏話とかをするといいんすか、うん、コスト面めっちゃむずいと思う。あコスト面はむずいよコスト面はむずい、あのね、うん、プロクラブのこの価格では絶対出されへんねやろうなっていう、無理です無理です、そうなんよね、無理無理無理。だから俺らからしたらさ、裏側のやつは俺が作ってるわけじゃないから、うん、分からんかったのよ、うんうん、でこういうの提案パンって投げた時にそういう話が出て、あやっぱ無理なんだって思って、うん、いや俺の無事 T 過去にね何度か作ったことがあるんですけど、4000円台で出してるんですよ、うんうん、でまあこれも本当に裏の話なんですけど、一発目出したのが税込みで4000円切ってたんですよ、はいはいはい、もう利益ゼロ、ほぼ発送代とか全部含めてよ、うんうん、その梱包材とか、はい、それも全部含めた上で計算したらマジでほぼゼロだから、ちょっとだけ値上げしたんですよ。2回目のやつはまあそれなりにちょこっとだけ、でもこんなこと言っていいかわからないけど、サラリーマンのお給料ぐらい、初任給ではないけどぐらいしか、で500枚作ったんだよ、うん、それでほぼほぼ 95% ぐらい消化して、そのぐらいの利益しかないのよ、うん、ちょっとむずいなって思っちゃって、うん、そうね、だからこのプロクラブぐらいの金額感での上代はもうほぼ不可能に近いと思うらしいね、うん、だから俺だから、あやっぱすげえんだなって思った、うん、コスト面はね大変ですまあだから今後ね、宗志くんの方で、うん、まあ俺の方じゃなくて違うところでも無事 T をもし作るってなったら、それはでもぜひチェックしてほしいなっていうのはありますね、うんうん、あとねこれちょっとあったんですよ、何個複数件ありまして、何でしょう、いつ結婚しますかっていう結婚のご予定ありますかと結構ねあるんすよ。ビリにいつも言う話じゃないけど、はいはいはい、再来世っつって、来世じゃねえ、来世じゃない、来世も多分無理ぐらい多分ないんじゃないかなっていうのも、俺の YouTube の活動であったりそうだけど、はいはい、やっぱどうしても波はあるわけよ、うんうん、まあね、いい時もあれば悪い時ももちろんあるわけで、うんはいはい、そこに例えば結婚ってなったら、ね、まあお互いではあるけど、うんうん、もう責任はあるわけですよ、うん、ってなった時にそのどうなるかわからんところにその船に乗せれるかって言ったら俺は無理なのよ。あ申し訳ないし、はい、しんどい思いをさせてしまうことにもなるし、はいはい、いい人がいればもちろんね、あだから結婚願望がゼロかって言われたらゼロではない、はいはいはい、でも、はい、なんかいろんなことを考えた時にしたいとは別に思わん。なるほどね、俺もほぼ同じですね。でしょ、マジで同じ。だからこういう仕事をしてる以上は個人の責任っていうか、うん、全部個人に乗ってるわけ、うんうんうん、ってなったら俺次第だなっていうところかな。だからもうちょい規模が大きくなればっていうところあるけど、言うて YouTuber の中で 25、6 万人って、うん、大してなわけですよ。いや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 、もう全体で見てよ、まあ、その全体見てよ、ヒカキンさんとかも全部聞かれると、うん、100万人オーバーなのであればもしかしたらちょっと見える景色が変わってくるんかもしれへんけど、まあっていうところかな。あなるほどね。いや俺もマジでそうだ、だから彼女欲しいとかなくない？ない。じゃあほぼ同じだわ。マジでない。俺もマジでそのもう本当に同じようなことを言うかもしれないけど、いい人とか俺がキモいけど、うん、なんか恋に落ちるみたいな、うん、うわこの子やばみたいな、めちゃくちゃ好きかもしれんぐらいまで心が動いたのであれば、この今から言う言葉って多分全部撤回されると思うの、うん、だけど現時点だと本当にうわ彼女欲しいからどっか行こうとか、うん、そのなんていうの、合コン、まあ合コンもねえけど、うん、そういう動きすらないし、うん、同じですね。じゃあないね、うん、彼女が例えばできたとしても、うん、じゃあ結婚ってなればかなりハードルは高いだろうけどもうそれももうひっくり返して、もうこの子はもう絶対話したくないっていうような子が出てくれば、うん、結婚はもしかしたら考えるかもしれない。あ分かる、あそれ、うん、分かる、そこなんだろうね、うん、だから別に結婚して子供が欲しい欲があるわけでもないし、うん、分かる。なんかねビビの子供がめっちゃ可愛いのよ。もう息子みたいのに、そうすごくね満足しちゃってるよね。あ俺この間お知り合いの方で、うん、ほんと新生児レベル、生まれて1ヶ月経ってないぐらいの子を人生で初抱っこしたんですよ、うんうん、俺の家系でいうと親戚とかも含めて俺が一番下なんですよ。
はいはいはい、だからちっちゃい時でも赤ちゃんを抱っこするっていう経験がなかったから36日で初めて俺新生児を抱っこするっていう、なるほど、ね、めちゃくちゃ俺としてはレアな経験したんだけど、うん、他の子だったとしてもめちゃくちゃ可愛いね、子供は可愛いよ、可愛いっていうかなんだろう、なんかずっと見てられるみたいな、うんうん、で考えたら自分の子ってなったらもうそれ以上のことになるから、愛おしいですよ、やばいなと思って、や何がやばいか分かんないけど、うんうん、っていうのもちょっとあったりとかしてって感じですが、多分一番多かったですこの、今回のえそんなに俺の結婚気になるいや全然業、まあいい人がいればだから、うんね、まあ全然なんかすぐにしたいとかもないし、はいはいはい、っていうところですね。なるほど、なるほど。でそんな感じでですね、もう一個だけ、じゃあ動画の編集時間はどのくらいですかめちゃくちゃコアな質問来ますね。サムネの決め方どうしてますか？興味あんのかよでそれで言うとさ、どんな感じ、俺のさ動画ちょっと見てくれてると思うんだけど、うん、俺の動画ってめっちゃシンプルなの分かるでしょ、うん、でめちゃくちゃ簡単なの分かるでしょ、うん、だから俺って動画編集って10分15分ぐらいでも俺のモチベーションとかその体調とかも全部含めて、うん、マジ 2,3 時間で1本できるんですよ。コスパいいね。いいでしょ、めちゃくちゃ調子よかったのよ。コスパいいね。俺が例えば眠くてとかだったりとかすると、うん、もっと時間かかったりするんだけど、俺2時間3時間で1本作れたりするのよ、はあ、でも宗志くんの皆さん多分見たことあると思うんですけど、もう編集あとカット割りだとか物撮りもそうだし、そういうのいろんなもの差し込んだりとか、アニメーションもね全部含めてだったりもするんだけど、そういうのも含めてどのぐらいかかるんですか？分かった、週に1回のウィークリーインフォメーションじゃないですか、うん、月曜日8時にね、うん、上がってる今週発売のスニーカーを紹介するみたいな、はい、今最近だと10足紹介してるじゃん、うん、大体何20分ぐらい 10…、10分ちょい10分ちょいか10分前後だね。でもあれの中でもさ、すごくアニメーションだとかさ、はいはい、いろんなの入ってるじゃないですか、うん、あれで何分ですか？工程を全部説明すると、まず台本を書きます。え？あれの台本書くのに、だいたい土曜日か日曜日の半分はあれの台本書いてる。え？で、その後に撮影で1時間ぐらいかかってる、はいはいはい、で、読み込みで多分30分ぐらいかかってる。で、多分もうその時点でもう10時間近くはかかってるのかな。で、編集で、うん、あれでも 4,5 時間かな。あ、へえ。サムネ作んのにまあ30分以内で終わるか、あーはーはーはーっていう感じのタイムスケジュールだね、あれは。え、じゃあもちろん台本を書くとか構成練るっていうところも含めたら何時間か、丸1日マジで？トータルで言ったら丸1日かかってると思う。24時間ぐらいかかってると思う。え、それは大体そうなの？それともウィークリーがそうなの？バラバラ。しっかり台本書き込む系の動画なのであればそれぐらいかかるし、ウィークリーに関してはもうテンプレ化されてるから、あ、なるほどね、そんなにはかからない。はいはいはい、はい、アニメーションちょっと動かしてはあるけど、うん、基本的には台本に一番かかるね。台本とまあ単純作業をずっとしてるから、ウィークリーの編集に関しては、まあ、まあまあまあインフォメーションだからね、うん、そうそう、それはそうかけど、まあ24時間は言い過ぎかもしれんけど12時間以上は全然かかってるね。だってもう撮影して読み込みで30分ぐらいのところで大体10時間って言ってたから、うん、その時点でほぼ半日かかってるわけだから、ね、かかってるねいや、そうなんだ。そうね、そういう意味では需要あるっていう話だったかもしれないけど、うん、初めて行った部分あるんじゃない、もしかしたら。かな、うん、例えばそのスニーカーを買って紹介する時も、うん、ある程度の台本は書く。あ、マジ？じゃないと、例えば皿で喋った時にどこまで喋ったかもわからんし、細かい部分これ喋ってない、 あれ喋ってない、情報系とかになってきたらそれが出てくるのが嫌やから。なるほどね。フリートークの場合って誰かと人がおるのであればトークでなんとかなるけどさ、一人喋りなわけやんか、うん、ってなった時にちゃんと順序立てて喋るってなった時に皿でこう喋ったってなれば結構難しいのよ。なるほど。一人喋りってめちゃくちゃ難しいのよ。あのね、分かる。俺もここでねやってるけどむずい。だから宗志くんマジすげえなと思うの。でもこれで文字で起こして、うん、で可視化して、うん、俯瞰で見て、じゃあこれでいこういけるのかいけないのかっていうのは考えるから、やば。え、それで言うとさ、俺と動画やるときってさ、じゃあやろみたいな感じでいくじゃん、うん、あれはまあフリートークだからもうほぼ何も関係なく、だある程度の流れだけ考えてる、うん、でも台本はないじゃん。ないない。だから人といるときはもうこれでトークの掛け合いができるからいい。ああ、なるほどね。一人でやるってなったらさ、あ、俺はマジで靴買いました、うん、これですで、どうのこうのですって話して、俺正直台本書いてないの、うん、だけど俺はそこだけめちゃくちゃ適当なのよ。これちょっと分かんないんでこれちょっと見ててくださいみたいな、概要欄貼ってくんだよみたいな感じでいけるけど、多分宗志くんの昔から超やってるし、そういう風な丁寧な
説明とかを求めてるっていうのもあるのかもね、その視聴者側がそれを答えようとしてるみたいな。だって動画出して俺の場合すごい嫌なのが、フリーで喋って、うん、よし動画できた、これ言ってないっていう時ない、うん、たまにたまにある。それがすごい嫌なの。だから書くかな。毎日にはなんないんだ。ならない。俺ほぼ毎日だな。毎日なんならボツにするかも。あ、マジで。もう一回撮るみたいな感じ。いやもうボツ。ボツ、にするかもね。マジで。だから例えばその動画の構成ができないのであれば動画撮らなかったりとか。だから今俺何足か家の中に買って紹介してないスニーカーあるんやけど、それはもう構成ができなかったから。あ、もう金輪際って言い方あれだけど、もう今のところ撮る予定ないの。まあ決まり次第みたいな。もうタイミング逃してるようなやつもあるから、もういいかなっていうのはあるかな。なんか発売してすぐとか、なんだろうな、その動画構成作ってちゃんと順序立てて、構成として動画一本として成り立つような構成ができるんであれば全然撮るし、あれやけど、じゃあ他の動画作ろうってなる。え、サムネはでもじゃあ30分ぐらいで決まるんだ。大体決まるっていうか、まあ作るね。あ、作る。だから俺はサムネめっちゃ苦手。へー、ほんと。多分ある程度形にはなってるとは思うんだけど、YouTuber の中でサムネの上手い下手で言ったら俺はかなり下手な方だと思う。へー、マジで。俺は下手だと思う。俺もこれだっていう時があるの、もうそんなのマジ秒で終わるの、もう頭の中で描ききれてるから。だけどこれどうすればいい時ってない？あるよ。なんかもう靴自体を塗りつぶしてハテナにすればいいのか、見せちゃった方がいいのかとか、それでも全然変わってくるじゃない、で俺いるとかさ、靴だけで良くないっていうのもあったりとか、なんかすごいむずいよねサムネ。奥深いっていうか、なんか文字を入れるのか入れないのかっていうのももちろんそうは出てくるだろうし、なんか究極は俺ヒカルさんやと思ってて、もう写真1枚でもうサムネとして完結してる。朝倉未来さんもそうじゃない？そうね、そうだよね、だからあれでいける人は強い。あー、確かにわかる。でも基本的には雑誌と一緒で表紙なわけやん。間違いないね。じゃあそこに入れるワードであったりとか、その文言、でもタイトルもあるわけやから同じの入れても意味ないし。わかる、わかる、めっちゃ。どこでこのサムネイル見て判断するのか、正直 0. 何秒かの話なの、人がサムネイルを見て動画を見るか見えへんか、そこでの引きのあるワードなのか写真なのかっていうのを作れるかって言ったら俺はめちゃくちゃ下手くそ。じゃあ30分以上考えたとして、答えが出てくるかって言ったら答えが出てくるわけじゃないから。あ、なるほど。だからまあ30分ぐらいで終わってんねんけど、平均的には30分ぐらいだけど、もしかしたらそれ以上かかってる時もあるみたいな。そうなんだ。質問の答えを俺の方でまとめさせてもらうんであれば、いくらね二十数万人いるね創始君であっても、いまだにサムネはめちゃくちゃ悩んでるってことで、めちゃくちゃ悩む。多分でもサムネに関しては全 YouTuber 悩むと思うよ。ああ、そうなんだ、そっかそっか。そのヒカキンさんもそうだし、究極を言えばサムネ見ずとも見てくれるのが一番いいけどね。俺も靴見てこれがこれですみたいなのも俺やったりするのよ俺も、でもやっぱそうやって引きをつけて見てもらうか否かっていうところだけど、やっぱそうだよね、コンテンツがもう最強に強い人たちで、そこら辺も関係なくバッて取っちゃって、そう、さってやれるからってことだ。ほんま言うなら、できれば人雇いたいのよ。おお、なるほど。できるならね。だからまあこれっていう人が出てけへんから雇ってないだけやねんけど動画編集と動画構成作る人、サムネ作る人、全部できれば分けたいのよ。創始チームを作りたいのか。できればね。へー、そうか。でもこれっていう人がいないから作ってないだけで、だってそれが人に任せれるんであれば、俺また違うこと新しいことできるし。そうだね、間違いない。まあ難しいよね、なかなか。だからどうしても俺今雇うってなったら右腕左腕になるわけやんか。そうだね。だから風作チームで言うなら安武さんともさんなわけやんか。確かに。かなり信用できる人間じゃないと。だしそれで言うと宗志くんのところでやるってなったら、俺相当、こんなこと言うと失礼だけどね、荷が重いと思うよこんなこと言うとね宗志くん失礼だけど、だってクオリティのを求めるじゃん絶対に、で宗志くんのレベルにまず合わせることが大前提なわけで、俺だったらやりたくないもん絶対に関係性崩れる。この仲良くできないと思う。そうね、だから多分今俺に必要な能力まあエンタメ性っていうところももちろん必要だし、チームを作る能力っていうのが俺はないから。ああ、なるほどね。ゼロからこうチームを作り上げていくっていう能力は多分今後俺は必要なのかなっていうのを、ある種課題みたいな。そうそうかそうか。俺一人で完結しちゃってるから。いや、そうなのよ。それをどう伝えてどう育てていく
くのかみたいなところは、うん、まあ、今後その YouTube としてソーシネットという会社としてこう育てていく発展していくってなればそういうところが必要になってくる、ね、なるほどね、うん、でもおもろいな、その株式会社ソーシネットなのか、うん、ソーシ君が立ち上げるならそれはそれでまたおもろくなりそうだけどね。うん、チームを作るって難しいよね。あ、もうね、それこそカジサックさんの話じゃないけど、リュウジさんっていうね、はいはい、若者の方がね、カジサックさんの目の前に土下座するぐらいのね、その意気込みがあるんだったら、ちょっと一旦連絡してもいいかもしれないですね。あー、俺多分難しいと思う。俺だからさ、人選ぶやん俺。選ぶな。人としてのコミュニケーションがここでまず取れるのかっていうのはめちゃくちゃ重要になってくる人やん。結構バリア張るやん俺。張るね。AT フィールドすごいもんな。すごいやん。もちろん視聴者と皆さんとお話するときってもちろんめちゃくちゃ喋るし、もちろんもちろん喋ってて楽しいねんけど、うん、じゃあなんて言うんだろう、プライベートのこの空間に入ってくるってなった瞬間パンってする、うん、なるな。だからそこが難しいよね。あ、確かに確かに。だからこれが AB 型なんですよ。 AB 型の多重人格のところなんですよ。特徴的な一番コアな部分はあんまり知ってる人おらん。もしかしたら俺も多分知らない部分絶対あるし。いや結構その部分に近いと思うよ。あ、マジで、うん、あ、じゃあ俺は葬式の中で AT フィールド破られてる俺。あ、もうフリー喋ってる。何もないもん。嬉しい、よかったわ。今後はそういう風なことはちょっと展望としてね、あるのかもしれないけど、ね、引き続きこのクオリティ高い動画は続けていくにしても、正直な話するとちょっと人手は欲しいなっていうのが今の、そうね、あの心情というか、そういう感じになってくるって感じで。いや、おもろい。いや、やっぱね、いろいろこう結構話すじゃん、俺と宗志くんってさ、うん、その動画外でもがっつり話したりするから、じゃあいざこうやってカメラを目の前にして何話そうかってずっと言ってるんだけど、やっぱ喋ったら喋ったらいろいろなこと喋れますね。はい、何でも喋れるよ。ね、意外に宗志くんってやっぱさっきの話じゃないけど企画を持ってきてくれるんですよ。こういう感じで撮りたいで、今回に限ってもさ、俺の靴棚が完成したりとか、事務所がそれなりに綺麗になりつつあるから、うん、動画そこで撮って触れてないないものを触れていこうっていう感じでどうですかって。ああ、全然いいですよ。俺マジでノープランだから、うん、そうね。だからそういう意味ではやっぱり一抹の不安を抱えながらやっぱやるんですよ。友達だけどやっぱパイオニアなわけだから。あのスニーカー YouTube っていうところで、全然全然、だからうわ、ちょっとなんか変に迷惑かけるのも嫌だなって思いつつも、いざじゃあこうやって話したらやっぱそれなりに話せるもんで、喋れるよ、喋る、それは全然喋れる。だってまあ普段から思ってることをバーッと喋ってるだけ。まあね、うん、なんかそういうところもあるから、今回もね、なんかそれなりに今さっきもちょっと見たら1時間ぐらい喋ってましたんで、ちょ、飯食いに行こうよ。行きましょう行きましょう。ちょっとごめんなさいね、3つぐらいか質問を拾わせてもらったんですけど、いろいろやっぱあったんですよ。多分1個やったらまず20分ぐらい話しそうなので、ちょっとここで終わります。はい。すいません、ちょっといろいろいただいたんですけども、うん、申し訳ないんですが、はい、あの3つぐらいの質問で終わらせていただきました。本当にあのコメントいただいた方ありがとうございました、まあ、そんな感じでですね、ミエラジいかがだったでしょうかという感じでございます、はい、もうスペシャルゲストのね、宗志くん来ていただいたんですけれども、何回もこのタイミングで言ってますが、宗志くんのチャンネル、まあ、見てくださる方も多いと思うんですけど、またチャンネル登録してない方はぜひ登録していただきつつっていう感じなんですが、まずは俺はやっぱりね、この動画撮る前に撮った宗志くん側のね、僕の靴棚の紹介だったりとかの動画、まずそれ見てほしいということで、そちらの方の動画のリンクも概要の方に記載しておきますので、チェックお願いいたしますということでございます。はい、ということで今回は宗志くんに来ていただきまして、ミエラジいかがだったでしょうかって感じなんですけども、次回はどなたが来るのか、もしかしたら俺一人なのかもしれませんということで、今回はのミエラジをここまでさせていただきます。よいしょー。